ぞ。みんな許してくれ。そうだ、あれは10日前のことだった。食事をしていた俺は突然左手にしびれを感じてフォークを取り落としてしまった。この曲は君のためのレクイエム。なんだって？さあ安らかに眠りたまえ。全宇宙の神様の頂点にお立ちになられていらっしゃる海王様に。提督ありがとう。いらしていただいただけでなく、こんな素晴らしい絵をいただけるなんて感激です。本当に。コマーシャルの撮影だ。そうだ、出演してくれないか。ねえ、いいだろ、お客さんの役です。さん、車ばかり乗ってるやつは困るな。暴れ馬を乗りこなしたり、牛をねじり倒したりするカーボーイの競技さ。あった、お前ずいぶん汚れてんな。ま、俺も人のことはあんまり言えんけど、よし、一緒に風呂に入るか。どうやら君はこれほどまでに私の剣を浴びても本心から戦いを望んではいないようだな。いや、それとも私にかなわぬと見て戦いを放棄したか。俺の自慢を教えてやろう。俺は敵のすべてを鏡のように映し取れる。お前の技も考えも映し取ったぞ。もうお前に勝ち目はない。何点でも任せてくださいよ。先輩たちが抜けた後、南葛 SC を全国大会で優勝させたのはこの俺なんですからね。いやあ、今帰り？紹介しよう。今日からバイトに来てもらっている早乙女さん。あれ？知り合い？トリコ！お前の弱点はズバリ射程距離だろ。お前の攻撃は全て近距離で初めて効果を発揮するだろ。5人で戦うプリキュア、その要チームの頭脳であるキュアビューティーを排除すれば。よくまあここまでその程度の怪我で済んだもんだ。大したもんだよお前ら。あの鬼監督のしごきにも誰一人逃げ出さなかったもんな。行こうぜみんなで甲子園に。俺はトンネルを掘ったり穴に隠れなくていい場所で暮らしたいんだ。もっといい家を夢見ちゃ悪い。私も予選を通ることができました。うまく組み合わせであなたと勝負できるようになればいいのですが、もちろん勝てる自信などありませんが、一体どれほどお強いのか知りたいのです。ピッキャラララララララ。くだらねえ、貴様のような平和主義者では国は守れなかったという事実を忘れたか。国とは武力だ。敵を滅ぼせねえやつに王になる資格はねえ。わからん。この釈迦にも地獄の向こう側にあるものが一体どんな世界なのか。まさか、まさかこの嘆きの壁の向こうは一瞬。サタン様、なんで天使の姿に戻らへんのか教えてちょ。その方がどえらけには力を振るうことができるでしょう。それに美しいがね。ほう、お前が例の転校生か。初日から大遅刻とは大した度胸だ。いい気なもんだな坂本。出席日数も危ういだろうに。おお、よしよし、さぞかし土の中は寒かったろう。それより僕の家へ来ないか。あったかくていいぞ。